65号ではリアランプ用の配線をしていきます。今回付属するパーツです。配線をする前にコントロール用基板に接続するときに左右を間違いのないようにするために LED10、11のコネクタに10、さらに12、13のコネクタに12と書いておきます。次にリアトランクパネルを止めている2本を少し緩めておき、スペアタイヤも外しておきます。左右を振り分けて取り付けるので LED11、13を2本揃えて、リアトランクパネルをシャーシーから少し浮かせて、その隙間に配線を引き通します。この時シャーシー側面から12センチほど出しておきます。右側は LED10、12を揃えて、同じようにパネルとシャーシーの隙間にケーブルを差し込み、ここも側面から12センチほど出しておきます。最後にリアトランクの緩めたネジを締めてタイヤを元に戻し、左右の配線ケーブルもテープで仮止めしておきます。これで65号の作業は終了です。なお LED14 は取り置きになります。